まあ、オープニングでね、あの勝手のつがいって言ったことないんですけども、はい、そうなんです、まあ、今回はもう特別ということで、はい、アニバーサリーですよ自分たちでも慣れないこ、ね、名前なんでね、うん、はい、でおかげさまでですね、うん、あの1万人を達成することができました。ありがとうございます。一番最初ですね、僕たち、うん、その6月にね、去年の6月にあの2人で始めますっていう動画を上げたと思うんですけど、はい、その時点でですね、あのすごく迷ってたのが、うん、標準語で喋るかどうかなんですよ。そうなんですよね、鹿児島弁で行くか標準語で行くかすごく迷ってて、うん、そうでね、あの、まあ、鹿児島弁でも最近撮ることが多くて、うん、まあ、商品レビューの時なんかはね、若干標準語辛いも標準語で行ったりしてるんですけど、はい、まあ、この鹿児島弁スタイルが良かったのかですね、はい、いろんな方に支持いただき、はい、まあね、あの急激に述べました。はい、ありがたいことにですね、まあ、正直私たちも戸惑ってます。はい、そうなんですよこんなにたくさんの方に見ていただけるなんて思ってなかったので、うん、まあ、もちろん見ていただきたいと思って制作はしてるんですけど、うん、これだけの反響をいただけてるっていうのは、うん、最初の方では自分たちは想像をしてなかったので、うん、はるかにもう想像を超えてきた ね、はい、本当に今こういう動画の撮り方でいいのかとか、うん、まあ、いろいろ試行錯誤しながらね、うん、考えながら撮影してますけど、はい、まあ、自然なね、あの2人の会話が面白いと言ってくださる方がいらっしゃって、うんうん、コメントいただけてね、まあ、そうそう、こういうスタイルでね、はい、まあ、当分の間続けていこうかなと思ってます。はい、アウトドアメインで、まあ、動画をね、うん、上げてきました。で、まあ、今後もアウトドアからまあずれることなく、うん、ちょっとそれ基準で、うん、基本的にはアウトドアで、ね、まあ、行こうかなと思ってまして、はい、それプラスですね、まあ、僕たち道の駅結構好きなのね、うん、そう、とあと、まあ、旅行はあんまりまだ行ったことないんですけど、うん、まあ、遠出して買い物に行ったりとかっていうのも結構多くて、うん、まあ、そういうあの旅ログ、うん、Vlog 的なところもね、うん、まあ、上げていきたいなっていうのはあります。はい、で、あとはですね、魚釣りも好きで、はい、で、僕は釣るのが好きな方、うん、で、こちらは食べるのが好きな 方っていうので、まあ、利害関係がいろいろ一致してまして、うん、で、まあ、僕は釣るのは好きだけど、料理はできない。うん、嫁さんは、うん、料理ができて食べるのが好き、うん、ということでですね、そこら辺の魚釣り動画なんかも、まあ、今年ね、うん、やっていけたらいいかなと思ってます。はい、まあ、今年っていうか、今年からそうだ、ね、かな。今後ね。うん、はい、で、前回前々回、まあ、ちょこちょこね、うん、カヤックを買いたいっていう僕のその欲求をね、うん、たまにこうポロポロと出すことがあるんですけど、うん、まあ、カヤックすごく買いたくて、うん、まあ、カヤックで魚釣りをして釣れた魚をね、嫁さんがさばいてくれる的なそういう動画も撮れたら面白いかなと思ってるんで、はい、まあ、そこら辺もですね、まあ、予算的なものがやっぱね、うん、あるのでま、ね、はい、まあ、そこら辺とお財布なんかと相談しながら、はい、まあ、計画していきたいなと思ってます、うん、まあ、ざっくりね、先のことをちょっと話したんですけど、はい、まあ、去年のその話を戻す6月から、うん、まあ、今に至るまで約8ヶ月ね、うん、経って、うん、でその間にそのキャンプスタイルっていうのはまあ、変わってないのね、うん、なんだけどその舞台裏側では結構いろいろ変わってて、うん、で、まあ、これまではですね、僕がもうずっと一人で活動してる間は自分で撮影をして、うん、自分で編集をしてました、うんうん、はい、ね、うん、で嫁さんが参戦するということで、はい、役割分担しようかってなりまして、うんうん、で今ですね、嫁さんが編集、うん、っていうか、まあ、カットして字幕入れまでかな、うん、一応嫁さん担当してまして、でその後のまあカラーグレーティングとか、うん、あとまあエフェクト関係はまあ僕がしてるような感じですね、うん、最後の仕上げとか、ね、そうそう、仕上げ音量調整とか、うん、まあ、微妙なね、そういうずれてるところを直したりとか、うん、っていうのを僕がしてる感じですね、はい、あとサムネも一応自分の方がしてまして、うん、まあ、そんな感じで動画が一本出来上がるような形の今スタイルが出来上がってます。はい、です。で、
その他にツイッターとインスタグラムをしてまして、うん、ツイッターはね基本的に私の方がしてて、うん、でインスタグラムは嫁さんの方に最近、はい、あの委託してます、はい、慣れないインスタをそうでインスタ担当大臣として今ね働いてもらってますけどもなんかすごい増えたよね最近ありがたいことに動画にインスタ担当大臣っていうのをね、うん、あの乗っけたら それで登録してくださる方がいらっしゃいましてその日からなんかすごい増えた、はいまあ、ありがたいことでありがたいことでなんですよ、はい、まだまだ不慣れでですね、うん、なかなかこういい絵が撮れなかったりとかするんで、うん、まあ自分なりに考えながらインスタも上げてはいるんですけど、うん、よろしかったらフォローお願いしますあのインスタをねフォローしてくださっている方はお気づきかもしれないんですけど、うん、実はですねあの、まあ、YouTube はメインチャンネルサブチャンネルありまして、うん、でインスタの方もカッペのつがいという、うん、あの一つの、ね、アカウントがあるんですよ、うん、でそれに今関連付けているのがカッペの大工っていうのをね、うん、あの最近作りましてそちらの方は僕が実際に仕事でしている大工業を紹介するような形で、うん、あのインスタの方に写真上げてます、はいで実はですねこの YouTube も動画として、うん、その大工の仕事をですね、うん、YouTube の方に上げていって、うん、実際のお仕事につながったら面白いかなと思ってですね、うん、あのチャンネルは作ってます、はい、で動画の方はまだ上げてないんですけど、うん、そちらの方もねあの今年からちょっとずつこう進めていけたらいいなと思ってます、うん、で実際にその動画を見てくださって、うんまあ、こっちの、鹿児島に住んでる方で、うん例えばねリフォームとか、うん、そういう新築とか、うん、あとまあ今リノベーション流行ってるね、うんまあ、リフォーム的なさ、うん、流行ってるんですけど、まあ、そういうのをねあの僕にお願いしたいなっていう方は、うん、インスタとかねあのメールの方から問い合わせいただければ、うん、実際に僕が親方と行くような感じで仕事をさせていただく一人じゃないですそうそうそう親方がいます親方がいます、まあ、僕はまだ全然ね、うん、あの今大工歴4年ぐらいなんで、うんまあ、全然まだできないんですけど、うん、親方とあとねあの新築なんかもですねあのいろんな方に協力していただいて全然できますので、うん、もうそちらの方もあのやっていけたら面白いかなと思って、はいまあ、一つのプロジェクトとしてですね、はい、あの今年からちょっとずつやっていこうと思いますので、うん、そちらの方も、はい、ぜひともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますに達成しまして、はい、順風満帆に来ているように思われるんですけどまあ舞台裏ではそういうね、うんはい、編集を嫁さんにあのお願いするとこもあったり、うん、でそれによるストレスで喧嘩になったりそうなんですよ編集知らないよっつってまあね本当、まあ、自分たちが好きでやってることなんでね、うんそう舞台裏は関係ないんですけど、まあ、やっぱりね家事をしながら編集は大変なのよね、うん、分かってる？あ？もうこれで喧嘩になるんですよ、うん、分かってる、まあ、私はほら全部家のこともしながら、ね、仕事もしながらってなるともういっぱいいっぱいになりながらも編集をしなきゃっていうのが頭にずっとあるんで、うん、そうそうもう当たりどころって言ったらもうここしかないんですよね、うん、だからもうそれでまあ喧嘩になったりねそうそうそうするんですけど、うんまあまりこう溜め込まずに、うん、マイペースでね、うん、そうそうやっていこうと思います。まあ僕もあの当たり耐性めちゃくちゃ高くて、もうベイマックスみたいにもうすごいクッション性がすごいからさ、もう子供だったり嫁さんだったりいろんな人から当たられるから、全部受け止めてるからね。だよね。うんストレス耐性半端ないそう、その役割をしてもらってます ね、はい、ということでですね、はい、あのいろんな方にコメントとか、うん、あのいいねを押していただいてですね、はい、私たちも動画のね、うん、あの動画制作の励みになってます、はい、すごいなってます、はい、動画を上げた際には、うんまあ、コメントしていただいて、はい、あといいねね、うん、いいねとあとチャンネル登録の方もしていただいてですね、はい初めて来られた方は、うん、していただいてどんどんね、はい、カップのつがいにね、うん、のめり込んでいってもらえればいいんじゃないかのめり込む要素ゼロだけどね
だってもうカッペの違いって決めた時もさ、いいのそれでってなったもんね。そうそうそう、本当ここまであの登録していただける方がいると思ってなかったから。なんか今出た、なんか出た今おつゆがね、うん、そのちゃんとは考えたんだけどね、うん、ちゃんとは考えたんだけど、もうちょっとちゃんと考えればよかったなって最近になって思う思うよね、うん。じゃあそれではですね、はい、また、次の動画も近々アップするので、うん、はい、よかったらね、はい、いいねと、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。